ですね、払い戻す場合なんですけども、年金についてでございます。そしてまず今回の唐突な発表には大変驚いております。そして私が、ご承知のように、知事に就任するうんと前ですけれども、2013年オリンピック・パラリンピック招致委員会にて、8月の東京は温暖で理想的な気候だとして招致活動が行われました。そして2013年の国際オリンピック委員会の総会で東京を開催ということが、獲得してきたということで、皆さんのあのシーンについてちなみにこの2013年でありますけれども、この年はですね、東日本も西日本も大変全国的にと言った方がいいかと思いますが、猛暑でございまして、その上で東京開催が決定されたというこのようなことでございます。で、今回の件でありますけれども、アスリートファーストという観点は非常に重要なポイントでございますので、私もその通りだというふうに考えております。で、一方で、これまでもですね、IOC のメディカルコミュニティのアドバイスを受けながら、アスリートファーストの東京大会にすべく、さまざまな対策を講じていないということでございます。で、具体的には、選手向けの暑さ対策として、組織委員会で一部競技における開始時間を大幅に繰り上げるなどをいたしまして、その取り組みを進めてまいりました。で、それから IOC のご指導をいただきながら、この組織委員会、国と連携いたしまして、多くの経費をかけながら、また地元自治体の皆様方、そして商店街、ボランティアの方々の多くと共に、時間を費やしまして、暑さ対策などを走り回ってきたということでございます。でその結果として、これまで IOC のバッハ会長からの大会の準備については、オリンピック新記録だという、高いご評価もいただいてきたところでございます。さて、開催までオリンピックはあと280日、パラリンピックは312日となりました。そもそも IOC が決めて、おられます、7月から8月の開催を前提に招致をされて、日本のそして東京の自然環境の対応に、関係者の皆様がいろんな思いを胸に、しながら協力そして準備を進めてきたところでございます。突然、この札幌ということでございますが、なぜ札幌なのかということを、いつ誰がどのように検討してきたのか、開催都市で、ございますこの東京都に、協議もございませんで、札幌という提案が突如なされたことにつきましては、大変疑問を感じざるを得ないというところでございます。もちろんこれまでも準備を重ねてきたわけでございますので、東京でという気持ちは変わりはございません。そしてさらに今回 IOC がこの会場の変更ということで提案がございまして、地元の自治体からもういろいろご意見も伺っているわけでございますが、マラソンを楽しみにしていたよ、その都民の気持ちを大切にしてほしいといった、そのような声も寄せられているところでございます。これまで日程、それから会場については合流して、この気候、このルートでコンディションを整えてきた男性選手の方々、それからチケットの当選者も持っているわけでございまして、いろんな方々がその日のために、心血を注いできたということを考えましたら、開催都市と何ら議論もせずに、会場の移転が突如提案されたことについては、驚きでございますし、なぜこのような形になったのか、IOC から都民の皆様に説明を聞いてみたいということでございます。いずれにしましても、今月末に、調整委員会が開催をされるということになっています。どちらでも協議を進めてまいりたいと、このようになっています。それでは、感謝します。Thank you.
7年かけて原料を作る化粧品があります。超白人の7年後、その中でも細胞分裂が活発なヒゲ根から抽出したエキスをヒュッと詰め込んだドモホルンリンクルです。年齢が気になる部分で実感してください。確かに無料試しセットの申し込み、新春バザール2019、11月2日3日山の子ドームで開催。家の子と庭の子の全てが分かる展示会、アンパンマンショーと篠原慎一トークショーも。入場無料、会場でお待ちしています。一目惚れした、ほりーと思って、このために生まれたすぐ惚れました。ラフォーって海外でも注目してもらえたと思います。ニューヨークの伝説ブロードウェイの劇場でロングランを起こしたいと思います。職人の道は一つの生きる道作らないとこの文化はすぐ消えてしまう。人類のためにこの留守文化を残してほしい。全ての魂が入っています。性別や国に関係なく尊敬し合うことが非常に大切です。定例会見で小池知事からやはりなぜだという驚きの声が、そして招致のことになります。特にあの時熱かったんだよ。それをもして象徴して成功したのになんでっていう率直な思いだと思うんです。まあこれまでだから大げさとすれば簡単にあのさっきの会見の要素をまとめると、私は東京の街をね紹介するもう全くない、まあ、機会でもあったと思うんですけど、まだあの今月末30日ですから調整委員会というのが行われます。そこで話し合いも注目ですが、まだその前に一つも二つも学校側への不信感から紛糾する保護者説明会、その発端は神戸市の小学校で起きた教師による教師いじめ。おとといの保護者説明会では加害教師4人の謝罪文が読み上げられたが、40代の女性教師のコメントは違和感が残る内容だった。被害教員には自分の思いがあって接していたつもりです。彼が苦しんでいる姿を見ることは可愛がってきただけに本当に辛いです。さらにこの小学校では教師が前校長のパワハラを訴えていたことが明らかに。前校長の言うことを前校長の人の言う通りにすれればいいでしょうね。と裏切ったやつが雲に突っ込んでいったら、まあこれは遠慮なく頑張れ。